皆さんこんばんは、ゆかです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。とっても嬉しいです。今週の Vlog は都内で働く20代 OL 私のリアル約1週間になります。横浜だったり東京のカフェだったり、いろんなカフェ巡りがギュッと詰まっているのと、誕生日月でもあるので大量購入品も最後の方に載せております。また本の紹介もしていたり、今回は本当にギュッと詰まっております。また最後の方に美容代自己投資額も最新で載せておりますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは Let's start。 Run a few miles down a desert road, stare too long at a cheap wood rose, it's fixing something that's been
ありがとう。Thank you. チキンソテー、ネギ塩、ドレッシング、ソースとともに。うわー、いきますか。じゃあまずスープから。はい、スープは、はい、オニオン風中華ソースです。あ、中華。素晴らしいですね、これ。あの、なんかガーリックが効いてます。おお、わかります。うん、いただきます。皆さん、こんにちは。ゆかです。今日は久しぶりに夕張に行くために姿とこに行きます。
ースだな。後で見てみよう。感じると無意識的にうーって歯食いしばってしまってて、ここの顎のラインがめっちゃ筋肉痛みたいに痛いんですよね。美容針に行きたいんですけど、いつもお願いしている先生が最短で7月にしか予約できないということで、次の予約が7月なんですけど、それまでにこの顎というかエラーがやばい、負荷がっていう、ちょっと先生のところに行くとやっぱなんか呼吸しやすくなったとかめっちゃ書いてて、その人が違う人も受けたことあるんですけど、やっぱ技術のレベルが違すぎて、終わった後のなんかめっちゃスッキリした感が違いすぎて、なんかお金もったいないと思っていけないですね、他の人。今回はこっちにしました。アルジオンからエレガンス。でもこっちもすごい良かったのでまた買う予定。ちょっと新しいものにチャレンジして。私本紹介とかしてるじゃないですか。仲いい友達から LINE 来て、なんかユカタンが本紹介してるから感化されて私も本買ったよみたいな、あんま本読まない友達なんですけど言ってくれて、めっちゃ嬉しかったですね。なんか結構コメントとか DM とかでも本紹介嬉しいですみたいな言ってくれる人がいるんで嬉しいです。そう、私もともと本読むタイプの人間じゃなかったんで、私が多分紹介してめっちゃいいよって言ってる本たちは比較的読みやすくて理解しやすい本だと思うので、ぜひ読んでみたいな本みたいな、その目標がある方はぜひ読んでみてください。でも本当に本を読まない人は浅井亮のエッセイ本をまず最初に読むことをお勧めしますね。あれ読んだら面白すぎて、なんか小説というか作家さんのなんか概念が完全に変わりました。私は浅井亮に出会って、もう会いたすぎて浅井亮さんに、でこのそして誰も譲らなくなったの時に、あの都内の本屋さんでなんかお渡し会みたいな、サイン渡す会みたい、サイン書いてくれる会みたいなのがあって、それに行きたくって予約しようと思ったらすぐソールドアウトになっちゃって行けなかったんですよ。だからまたやってほしいんですけど、いつになったらうちは浅井亮さんに会えるのだろうかという。歯の矯正するときにその親知らずを4本と、あの見えないところに歯が埋まってしまっている、なんか病気じゃないですけどそういうのになってて、それを取るために私は入院して一気に取ったんですよ。でなんか入院先って病院ってなんか私の場合 Wi-Fi が通ってなくって、だからなんか速度制限かかっちゃうから YouTube とか見れないっていうのが分かってたんで、私はもう浅井亮さんの風と共にゆとりのを持ってひたすら抜歯して中でも血がダラ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 垂れてる、なんか浅井亮さんのそのエッセイ本を読んで自分を元気づけるっていうのをやってました。それでも有効でしたね。上の先輩とかがよくインスタグラムでなんか
同期は一生の宝とか饅頭みたいな感じで書いてて、いや何それとかって思ってたんですけど、マジで同期は一生の宝ですよね。あのなんか辛い困難を乗り越えた絆が濃すぎますね。なのでなんかこれから新入社員として入る方がいらっしゃったら、ぜひ仲いい同期が一人でもいると続けられる糧になります。もう私と仲いい同期とかマジで毎日超 LINE してて、終わった後もう本当にねそれが救いだったの。なんかやばいやらかしたみたいな感じでその同期に LINE すると大丈夫、ね、そういう仲間がいるだけで本当になんかはぁってなるんですよね。まあすごいいいなって思いますね。多分同期いなかったら乗り越えられないんじゃないっていうぐらいの辛さでしたからね、お互いに。なんかここに入られてBless you。 ではこちらのオイルと、人が少ないです。やはりいい時間出てる？わかんない、出てる。Remember when we were getting old.
でしょ。え、見て、乾杯しよう。うちノンアルコールだからストローつけないと。乾杯。これは塩ガーリック。はい。わー。塩レモン。わー。ピチレモン。わー。知ってるんだ、ピチレモンって雑誌。ただ2個、この大きさがいいね、ちょうどね。私のバースデーイブになりますので、結構いろいろ買ったのでご紹介しようと思います。じゃーん。まず久しぶりにザラで購入いたしました。こちらのサテンスカートになります。 S サイズを購入しました。そして続いて前ユニクロでニット、こういうニットを買ったんですけど、間違えてそのまま洗濯乾燥かけちゃって超縮んじゃって、もうピタティみたいになっちゃったので、さすがにリサイクルボックスに戻してしまい、こちらピンク色のザラの薄手のニットを購入しました。肌触りも気持ちよくっていい感じです。はい、続いてはじゃーん、こちらアクアレーベル の新しくなったやつです。もうなくなってしまったので、実家にたまに泊まりに帰るときにこれ買ったんですけど、すごいよくって買いました。続いてイソップの購入品になります。じゃーん、これめっちゃいい匂いなんですよ。トイレの芳香剤、私の好きなカフェで、カフェのトイレがめっちゃいい匂いで、何ですかみたいな感じで聞いたら、めちゃくちゃ好きな都内のカフェでこちらが置いてあって、めっちゃいい匂いだったので真似して買いました。続いてじゃーん、ザラホームでの購入品なんですけれども、グラスを私親友からもらった、寄り添うグラスの整理前で割ってしまって、もうグラスがなくってグラスを購入しました。これはね、アメリカの YouTuber の人がこういうのを使っててめっちゃ可愛いなと思って、値段も1190円なので購入しました。彼と一緒に今日は久しぶりに表参道に行ったんですけど、なんかお揃いで買ったら使うって聞いたら、使うって言ったので、お揃いで彼は黒を買いました。これね、めっちゃ軽くってすごい可愛いです。おすすめです。で、
今日の購入品がこれもザラホームなんですけど、じゃーん、超かわいいストロー。これも多分何回か見てる人はご存知だと思うんですけど、ずっと悩んでて、でね、このグラスに合わせたらね絶対超かわいいと思って、彼がいたので、これ使うかなって言ったら、なんか友達とか呼んだ時に使うんじゃないって言われたので買いました。私はこういうお色味が好きなので、ぜひ早速使おうと思います。今回の購入品はこんな感じです。イエーイ。はい、すいません、これです。誕生日が近づいてきたので、自分で誕生日プレゼントを買いまくろうということで買ってきた第一シリーズがこちら、デコルテ AQ のコスメデコルテ AQ ミリオリティリビアクレンジングクリームです。これはその美容めっちゃやっている人に、あの市販で売っている化粧落としどれがいいですかって聞いた時に、マジでこれがいいよって言われて、多分ずっと私の YouTube 見てくれてる方はご存知だと思うんですけど、あの週に1回とか1ヶ月に1回とか使ってて、前回買ったやつは実家にあるんですけど、それがちょうどなくなって、で新しく今年というか意外に2年間ぐらい持ったのかな、すごい大切に使ってたので、でこれをまた新しく買い足しました。これを使うと翌日なんかすごい肌がもっちりして、なんか白くなった感じがするので、すごいお気に入りで使ってます。なんか肌が本当に弱くなったなって思った時にこれを結構お守りとして使ってます。でこちらもあのよくご紹介していたやつで、いろんな色を結構チャレンジしてるんですけど、今回はエレガンスのモデリングカラーアップベースの BE902 番、なんかシンプルなオレンジじゃないんですけどベージュの色で、なんかこれがイエベ色、イエベ春の人にはいいっていう風に YouTube で見たので、今回はこれを買ってみました。今日使います。はい、これはこれも TwitterX かで、あの見かけてほしいなって思ってたやつなんですけど、楽天では売り切れていたので Amazon で今回購入しました。日本人が奴隷にならないために絶対に知らなくてはならない言葉と知識ということで、金も自由も奪われる時代が迫る、我々はこれに知性で対抗するのだっていう、これすごいレビューもよくってずっと見てみたいなと思って買い逃していたんですけど、ちゃんと購入しました。楽しみです。こちらは友達から誕生日プレゼントで LINE のギフトで送ってくれたものが到着しました。イエーイ。ちょっと待ってて、いつもね私は自分では買わないんだけど、なんか買ってみたかったみたいなものをすごいくれる子で、しかもその子めっちゃ美容が好きな子なんで、すごい、めちゃめちゃかわいい、こんな風にちゃんと入ってる。でその子は名古屋に住んでるので、いつも LINE ギフトで、ゆかこれすごいいいからあげるみたいな感じでくれるんですけど、とても嬉しいです。めちゃめちゃ綺麗に包装してある。多分あユーラっていうのか、多分汚い。メディテーションバス、これアユーラのメディテーションバスで瞑想するの。はい、あの木の匂いがするやつで、ずっと欲しかったので楽しみです。ありがとう。そしてもうこれ封開けちゃったんですけど、おばあちゃんから毎回誕生日プレゼントでギフトカードとこのセイラーのタオルを見てもらって、今回の柄は、今年の誕生日の柄はこんな感じで、自転車でした。かわいいオレンジだった。ちょっとなんかオレンジで、なんかここもグレープフルーツみたいな感じで、かわいい。ドラゴンフルーツです。かわいいです。
フリーラのハンカチは15個ぐらいあります。おばあちゃんが毎年くれるので、節目節目に。じゃーん、以上です。ありがとう。Every fall, learn to grow and keep myself tall.